はい、シガです。コーヒー好きに関して言うとですね、まあ、実はちょっと遺伝の影響を受けていたということが報告されているんですけども、コーヒー好きの遺伝子っていうのはどうもあるみたいなんですね。ちょっと厄介なんですけど、実はコーヒー好きの遺伝子が、まあ、なぜかね、肥満にも関連してるんじゃないかという研究結果が報告されているという、そういったお話です。適度にね、まあ、コーヒーを取ることっていうのは、まあ、疫学的なデータで,ですね。肝臓病とか、それから心臓血管疾患特定の癌とか、それから認知症とか含むですね、神経変性疾患のリスク低減につながるということが、まあ、証拠 としててこうう上がっっいるるるわけけなんんでででですすすすすすれどもももたただですねねねコーヒーーヒの摂取は逆にに、ね、喫煙習慣にも関連デタありその結果の影響を受けているのかもしれないんですけれども、あるデータでですね、コーヒーの摂取がですね、肺がんのリスクを上げるなんていう結果も出ていて、すべての人がですね、意味軸もその健康効果を得られるというわけではないかもしれないということがまあ認識はされているんです。コーヒーの摂取特にですね、カフェインの摂取に関しては、特にこう遺伝性っていうのがあることが示されています。双子をですね、対象とした研究ではですね、カフェインを好むか好まないかっていうことに関しては、 最大58%がですね、遺伝の影響を受けているなんてことがまあ示されたりしているようにですね。コーヒーの摂取に関して遺伝の影響っていうのはちょっと無視できないものが実はあるみたいなんですね。コーヒーのですね、 え、好きかどうかっていう遺伝子の研究なんですけれども、これはですね、え、一円期過け、まあ、スニップと言いますけど、SNP ですね、スニップに注目して、最も一般的なこの遺伝子の変異を見る方法ですけれども、まあ、DNA のね、まあ、構成要素があるんです。それの一つの塩基がですね、まあ、変換してしまったものを、まあ、スニップと言いますが、遺伝子の変化があるかどうかをこう見ていくわけですけれども、特定のそのスニップとですね、それから特定の、ま、性質、この場合はコーヒーの消費量、コーヒー好きかどうかってことの、まあ、その関連を見ていったんですけれども、アメリカのですね、えー、23度 M1 っていうんですかね。13万人ぐらいデータと技術の代表的なんですねえ。uk バイオバンク33万人のデータですね。この2つの代表的なこう遺伝子のデータバンクのデータを見てですね。コーヒーとの関連を見たという研究があります。このデータセットの中で,ですね。その遺伝情報の他にもどれぐらいコーヒー飲むかというデータも一緒に入っているので、それとまあ付き合わせて見ていくわけなんですけども、このデータで中でね。遺伝子の中からですね。コーヒーを飲むのが好きか、それほど飲みたくないか、どの遺伝子が決めてるんだってことを見ていったんですけれども見ていくとですね。7つのね決定的なこう。遺伝子っていうのがまあ。 されてといととうことなんですねその7つの遺伝子の中には、そのカフェインのね、代謝速度に関連するものを含まれてある。要は、カフェインの代謝速度が早い人てね、コーヒーをたくさん飲む傾向にありますし、カフェインの代謝速度が遅い人はね、コーヒー飲むと調子悪くなるなって思うから、必然的にこう飲まなくなるわけですね。ですので、そういったものの遺伝子をね、まあ影響を見ていったんですけども、実はその7つの遺伝子ですね、コーヒーの消費量と関連していると同時に、まあ肥満とも関連していたという結果が、まあ出ていたってことですね。だから、コーヒーを飲みたいと思うような人というのはですね、まあ肥満になりやすいかもしれないなってことが言えるわけ ですだからまあこれは単純にですねコーヒーが肥満を誘導するとかそういった意味ではなくてですねコーヒーを好むような人はまあ肥満に注意する必要があるよというねまあそういったこう警告としてですね捉えてもらうといいんじゃないかなと思いますある集団に起きる所見がですねその他の集団にも当てはまるかどうかっていうのは限らないんでまあこのデータセットからねコーヒーとコーヒー好きと肥満の関連ってこうはまあ100%言えるということはないんですけどもただですねコーヒーを好んで飲む人 の方が太っている人コーヒだから、まあ僕を含めてですね、世界中のコーヒーを愛飲する人っていうのはですね、自分のコーヒーを飲むという習慣がですね、いいというデータを信じたいというふうに思ってるわけなんですけれども、まあやっぱりですね、疫学的に見ると先ほどの肺がんの話でもないですけど、逆のデータになる可能性もあるので、コーヒーだけで全てが解消するというね、そういった単純なものではないよっていう話なんですが、ただですね、コーヒーはね、まあ普通に考えても、えー、腸の中でですね、まあ いい働きをする方がまあ多いんじゃないかと。例えばコーヒーの中でもポリフェノールがね入ってますし、それらのね代謝産物によって腸の中の環境が良くなるなんてことはまああるわけですし、ただね逆のデータも先ほどねやってカフェインの入ったねコーヒー飲むとねまあお腹がゆるくなるよとしてもいたりするかもしれませんし、イライラする人もいるかもしれないと。脳の機能をね1、2杯コーヒーを飲むってことで改善するっていうデータがあったりしますけども逆にですねオーストラリアの研究ではコーヒーを6杯以上飲むとですね脳の体積がちっちゃくなって認知症の確率が56%高くなるみたいなことも、まあ 疫学的に出ていたりりすするるののもあんんでで飲み過ぎははやっぱり注意なな確かなんですねだかねだらコーヒー好きという点からですね、ほどほどにしておくっていうのが無難であるし、コーヒーを飲むことがね、当然悪いことではないと思いますけれども、それに付随したリスクがね、ちょっとはあるってことはですね、意識しておくと。わざわざね、健康を害するためにコーヒー飲む必要はないですしね、当然嫌いな人っていうのはですね、嫌いな遺伝的な理由が何かあるはずなんで、コーヒーに健康効果があるからといってね、まあ無理やり飲むってことは必要ないというふうに思いますので、まあ健康のためのそのコーヒーのね、その飲み方っていうことに 関してもう一度ね、えー、頭を巡らせてもらうといいんじゃないかなというふうに思います今日の話の新役に立ったよって方は高評価のボタンをお願いしますチャンネルフォローもよろしくお願いします